どうも、アトリハイです。本日もよろしくお願いします。ということで、ちょっと今緊急で動画撮ってるんですけど、ドラゴンズ非常にヤバいです。今ね、ちょっと私事なんですけど、ちょっと引っ越しに用意しててね、結構ドタバタしてたんですけど、そんな中ね、もうまた最悪なニュースが来ました。周平選手がね、下半身のコンディショニング不良っていうことで、ちょっとスタメンから、開幕スタメンからね、外れることとなってしまいました。代わりにね、2軍から、まあ、好調の石垣選手をね、代役で上げてくるということで、まあ、石垣選手ね、ガッキー選手はね、東京ドームでこう、ホームラン打ったりとかね、まあ、相性はいいので、そういう意味でも上がってきたと思うんですけど、まあ、セカンドは代わりにね、阿部選手、マスターが上がって、多分、代役で使われると思うんですけど、周平選手ね、本当に、今年 FA でね、もう彼にとっても本当に勝負の1年だったと思うんですけどね、周平選手もこう、サードに石川選手が来てね、セカンドにコンバートさせられて、ちょっと慣れない守備とかもあって、体への負担とかもあったかもしれないんですけど、やっぱ立浪監督になってね、今年は、うちにね、やらなきゃいけないっていう、そういう締める思いがあったと思うんですけど、まあ、ここに来て怪我してしまったということで、まあ、どれぐらいの重い怪我かはまだ詳しくは分かってないの、なんとも言えないんですけど、とにかく開幕スタメンはね、ちょっと大島選手も腰の張りがあるということで、まあ、ぶっつけ本番で出れると言ってるみたいなんで、大島選手は出れると思うんですけど、岡林選手に関してもね、スライディングの際に右手薬指で、ちょっと、怪我をしてしまったということで、まあ、森野コーチがね、岡林選手、こう、オープン戦も結果出してきてね、使いたいっていう気持ちと、でもやっぱり、怪我してるのを無理してでも出すのかっていう、その複雑な気持ちっていうのが記事に載ってましたけど、岡林選手、大島選手、周平選手、3人がね、スタメンから外れる、もしそうなった場合ね、ドラゴンズも、私もドラゴンズファンですけど、やっぱり、ドラゴンズって打線の方はね、投手よりもやっぱり劣る面があって、こう、選手層も厚いとは決して言えないんで、3人が離脱すると本当に痛いと思うんでね、まあ、ちょっと厳しい船出となりそうですけど、まあでも、もう、周平選手の代わりにね、阿部選手が来ると思うんですけど、まあ、阿部選手ね、僕は結構オープン戦めちゃめちゃ結果出してね、かなりね、ドラゴンズの中でもアピールしてたと思うんですよ。ただそんな中でね、まあ、結果出してるのになかなかスタメンで使われる感じがないということで、まあ、本人も結構モヤモヤしてる気持ちがあったと思うんですけど、まあ、彼からしたらね、もちろん周平選手の怪我は良くないことなんですけど、彼からしたらもうビッグチャンスだと思うので、そのチャンスを掴んでね、こう周平選手が怪我が治って戻ってきた時に、そう簡単には渡さないぞっていう、そういう気持ちでね、開幕からね、打倒するので、まあ、阿部選手にはもうこうなったからにはね、暴れてほしいと思います。まあ、開幕前にね、あまりネガティブな動画も出したくないんで、まあ、悲しいニュースですけども、これを逆にね、逆手にとって阿部選手には、もう暴れてね、暴れて、打倒巨人、やってほしいと思います。ちょっと今日はね、緊急で動画撮ってしまったんですけど、次回の動画はね、もう開幕3連戦、何度も言ってますけど、現地でね、勝利掴んでこようと、3連勝掴んでこようと思うんで、ぜひ皆さんもね、開幕一緒にね、まあ、ちょっと僕も緊張してますけどね、選手じゃないのに、てますけど、ぜひ一緒にね、ドラゴンズ今年も1年間応援していきましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではね、次回こそは開幕日に3月25日動画でお会いしましょう。またね、周平早く戻ってこいよ。